おはようございます。2012年3月17日土曜日6時5分になりました。というか6分になっちゃいました。おはようございます。土曜日ですね。今日はなんかどこも雨のような雨で、いまいち天気が良くないみたいですけど、ただまあ寒さはねそれほど厳しくないみたいなので、ただまあとはいえ、東北の方とかね、雪が積もってるところはどんどんその雪解けが一気に進んじゃうので、本当にその辺はですね、逆に今度は雪解けで雪崩その他いろいろね、じわじわと雪が氷河のように家を押し潰したりとかしてるのもあったりしますんで、ぜひね、今度は雪崩に注意しないといけないので、なかなかね今年とか去年からこの1年間は本当もういろんな意味でなんか自然災害が今まで、起きなかったようなのがいっぱい起きてるんで、まあまあ気をつけなきゃという感じですけども、さて、今日はですね、まずニュース見ていく前に、昨日のヤフーのね、話題 Now というのが表示されないっていうのがあったんですけど、このニュースを見て分かりました。マーケジンのところに出てたんですけど、ヤフーツイッターの注目のキーワードをトップページに掲載のここの最後にですね、この一文、3月中の提出時間は、平日の日中のみとなっているおいおいって顔って平日の日中しかこれ表示しないのっていう、なんかかえってめんどくさいやんとか思ったんですけど、これどういうことかよくわかんないんですけど、どうもそういうことらしいです。平日の日中しか表示されないっていうことで、ということは今日は土曜日なんで多分表示されないでしょう、日中も。なので、月曜日の日中にちょっとですね確認したいと思います。この日中ってそんなアバウトなみたいな、これねどういうことなんですかね。ひょっとしたら人手でやってるんですかね。プログラム組んでるわけではなくて、人手でこう手作業でキーワードを打ち込んでんのっていう、なんかよくわかんないです。このなぜ日中だけになっているのかね、この辺なんかどっかに記事書いてあったらまた教えてください教えてくださいとか言ってるし、こんなんね、そんなサービスちょっとあんまり聞いたことない、最近ではなかったんですけど、珍しく、日中しかやってないっていう、なんかね、こういうところ私個人的には好きです。プログラムで何でもかんでもやろうとしつつ、この平日の日中しか対応しませんみたいな、なんか面白いですよね。さて、ということで今日はですね、ちょっとピックアップしたいのは、iPad、ちょっとね、ニュースではないんですけども、iPad の話なんですが、iPad 3は、まあ、いろいろこうね、記事が、まあ、いっぱいこの、これなんかを見ても、iPad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  みたいなニュースばっかりいっぱい出てるんですけども、まあ、それはそれぞれね、いろいろ皆さん思うところがあるので、それとして、私はですね、ここでですね、ちょっと、お見せしたかったのは、この、価格 .com の iPad 2の方の金額です。1個前のやつですね、iPad 2の価格の変動をこれ見ると、この、1年間のこれ変動です。で、去年の今頃なんですね、これ5月、ちょっと1月の下旬かな、に5万ちょいでこう、売られてた部分ですね。平均価格で5万5422円だったやつが、1ヶ月ぐらいでズンとこう下がってきて、だいたい4万5000円から6000円ぐらいの間で、で、そこからですね、4万2000円ぐらいでこうですね、ずーっとこう推移してきて、で、この辺見えますかね。iPad 3が出るとこでガガーンって落ちて、で、まあ3万3000円から3万4000円、3万4、5000円ぐらいかな、今なってるような感じなんですけども。まあ、この最近1ヶ月見ても、ここで、まあ今3万4000
3万円、4万3000円とか、うん、こう一時期3万7000円ぐらいまで下がって、まあ、こんな感じで、こう、1万円ぐらい、こうね、ガツンとこう落ちてるわけですよね、この1年間を。見て、はい、1万円、そうですね、5万5000円から今、4万3000円。ね、こういう風に下がってきた。で、なんとなくここでこうガーンとこう下がったのとかを見てると、どうなんでしょうね。 iPad 3が出てきて iPad 2の方を使う人が増えるんじゃないかなというような気がして、新しいもん好きは3を買うんでしょうけど、ただ2と3の比較をしても多分ね、さほど意味が分かんないと思うんですよ、ほとんどの人にはとっては。あの、もっと言うと初代 iPad ともそんなにね、意味が区別がつかないと思うんですね、それほど。あの Windows のように XP98 と XP と、Vista とか7とかっていう風に結構こう見た目でも変わっていきますよね。ところが iPad はですね、その辺の見た目ってそんなに極端にこう変わるわけではないので、多分ですね、初代の iPad か iPad 2、iPad 3と並べられても普通の人にはあの、まあね、あの持った感じで重さとか違うとか、あの、まあ、並べれば色の違いとかなんか、クリアに見えるとかいろいろ分かるかもしれないですけども、ほとんどね意味分かんないと思います、何が違うのか。でだからひょっとしたら、多くの人たちは場合によっては iPad 2とかですね、初代の iPad とかその辺を買っていくんじゃないかなっていう、まあ多分 iPad 2の方が今手に入ると思うんで、新品でも。なのでそっちがひょっとしたら売れてくるんじゃないかなという気がなんとなくしてるんですけどね。まあそんなところでひょっとしたら、Android よりも iPad の方が2ですね、特にが売れてくるような気がしてるんですけども、どうなんでしょうね。なんかその辺に、私はちょっと一つ普及するかどうかの鍵があるような気がしています。さてそんなことをですね、ちょっとこう考えた次第なんですけども、さてさて、もう14分まもなく15分になろうとしております。今日は土曜日ですね。ちょっと雨なんであまりお出かけって感じじゃないでしょうけども、明日からね天気が良くなるとまた花粉が飛び交って外に出れない人たちもいるかもしれませんが、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。